テレビ東京の野中と申します。すみません、関連で、確認させていただきたいんですが、小島氏にその相談をしたっていう事実はあるんですかね。6月6日に、この文春の記述だと、6月6日に困っていると相談したとあるんですが。困っているという相談ではなく、基本的に、証明書を出しても、皆さん、また卒業証書を出しても、ここがおかしい、あそこがおかしいということは、多分皆さんも卒業証書を前にして、これはおかしいんじゃないかと言われたときは、何らかのアクションを取ろうと思いませんか？で、困っているというのは、きちんとしたものを出しても、皆さんが、皆さんというか、そこに対して疑念を作られて、それに対してどうするかというのは、対応すべきだというふうに思っておりました。その時に小島氏からそのカイロ大学から声明文を出した方がいいんじゃないかっていう話はあったんでしょうか。覚えていらっしゃいますでしょうか。あまり鮮明に覚えてませんね。あとすみません、もう1点です。A 氏にその文案を依頼したというふうに書かれているんですが、それもないということでしょう。基本的に、何を証明するかっていうのは、もう最初から分かっていることではないでしょうか。卒業したという事実ということですね。依頼した事実はないということでしょうか。もう何を証明してもらうかという話であるならば、もう項目は分かっていることだというふうに思います。失礼します。あと最後の1点です。何度もその卒業証明書をメディアに対して掲示されたということですが、改めて今回、会見でまた提示するとかですね、あとは都議会に対して提出する予定、お考えはありますでしょうか。それってこれまでも何度もやってきたことなんです。そこでまた同じ話が繰り返されるということの、それこそが、カイロ大学も困っていると思います。理事ご自身は手元に持っていらっしゃらないんです。持っていらっしゃるってことでだすから、か。証明は、卒業証書は持っているし、証明書は、これはその随時、お願いをすれば出してくれるという性質のものです。皆さんも多分就職の際とか何らかの時にはそうやって大学から取り寄せられるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。普通に考えていただきたいと思います。率直に言っていいんですか。お願いします。いや、恥ずかしいな、恥ずかしい、情けないな、情けない、ふざけてるなと、そう率直に思います。何でしょうね、なんかもう呆れ者が言えないってこういう時に言うんだなって思いましたけれど、時代に馴染まなくなってきてると、時代に馴染まなくなってきてると。自主性じゃないんですか、自主性じゃないんですか。